日午後10時40分ごろ、東京都多摩市一宮の路上で、30から40歳代の女性と女児が倒れているのが見つかった。警視庁多摩中央署によると、女性は搬送先の病院で死亡し、女児も重体。近くの10階建てビル屋上で靴とリュックが見つかり、同署は女性が女児と共に飛び降り、無理心中を図ったと見ている。同署幹部によると、2人は都内在住で、女児は7歳の小学2年生と見られる。同署は状況を調べるとともに、身元の確認を進めている。